うございます。お疲れ様です。カンさんハイビスカスありがとうございます。かき氷そう、ほんとみんなさ、あれさ、やりすぎっしょと思うっしょ、あれは嘘でしょとか思うでしょ、ほんとにあれ苦かったの。なんか多分ちょうど私が食べたとこが粉末が多かったんですよ、センブリ茶の。たっちゃんハート100個ありがとうございます。それもあって本当にそう、本当に苦しかった。たっちゃんお疲れありがとうございます。たっちゃんありがとう、ありがとうございます。こんばんは。そう、今日の服結局なんかちょっと大人っぽい服にしました。イエイ。うん、なんかそう、すごいよセンブリ茶。なんか初めて飲んだんですよセンブリ茶。なんか人が飲んでるのは見たことあって、センブリ茶と言ってもお茶っしょとか思ってたけど違いました。あれは違うね。お茶はお茶でもお茶じゃないものはなんだって感じでした。そう、すごかったよセンブリ茶。もうしばらくはいいかなと思う。さっきずっとニヤニヤした、よかった。ありがとう、こちらこそ。まさあきさんハート100個ありがとうございます。こんばんは。めっちゃ苦かった。前握手のステージで飲んだのはあれのにだね。そう、センブリ茶すごい初めて飲んだけど違いました。はい、センブリ茶じゃなかった。センブリ茶なんだけど、そう、あれ粉末、センブリ茶って粉末なのかな、粉末ごとかき氷に書いてあったんですよ、かけてあったの。そんなもの苦いに決まっているではないかって感じですよね。だからセンブリ茶がかかってたとかじゃなくて、センブリ茶の粉末がかき氷にかかってたのよ。苦くないわけがないじゃんね、そんなのね。こんばんは。ね、だからね、世の中によく罰ゲームとして使われるのか納得しました。身をもって納得しました。だからここまでセンブリ茶って罰ゲームとしてね名を挙げてるのかと。納得。そのぐらい苦かった。なんか苦い、なんか苦いのかな、あれは。もうなんかずっとここにいる。なんか本当はなんかかき氷7シロップ、なんかかき氷の7つのシロップをファンの人の投票で3つに絞って、それを混ぜたのを私たちがそう目隠しで食べる、そう8月の誕生メンバーが目隠しで食べて、で何味がそう、何味のシロップがかけてあるかっていうのを一番正解した数が少ない人が食べるっていうルールだったんですよ。そういうルールだった。で、そう、ザワちゃん以外みんな2つずつ正解したんですよ。3問中2つ正解したのにして、でザワちゃんが食べた後になぜかみんな食べるっていう。なぜかみんな食べるっていう。みんな食べました。もう苦さはね消えました。カレー食べたから消えました。そう、みんな仲良く食べました。こんばんは。その後そうちょっと最後のプレミアム配信の後に、そう前プレミアム配信の前にカレー食べたから、そのおかげでなくなりました、苦さは。すっきり。私コーラ分かんなかった。かき氷結局混ぜてあるシロップがメロン、マンゴー、コーラだったん
コーラ分かんなかった全く。でもその代わりメロンとマンゴーはすごい分かったの。そう、でもコーラがさっぱり分かんなかった。でもちょっと爽やかな感じ、ちょっとなんかすっきりした感じがしたんですよ最後に。最初メロン感じてマンゴー感じて、最後なんかすっきりしたと思ったから、そうレモンだと思ったら違いました。ラストになんかそう爽快感というか、なんかすっきりした味がしたから、これはレモンだと思ったら違いました。カレーの方が美味しかった。でカレーのあの30倍はさ、ショールームでさ昔食べたことあるやつだったから、そう食べれました。そう、あのプレミアム配信前にカレー食べました。そう、私もさ、かき氷のシロップってさ、なんかさ見た目の色が違うだけで味は一緒ってよく言われるから、私もさいつかそれ試してみたいなと思ってたのよね。意外と違った。どうだろう、3つ混ぜたよっていう。でもね意外とね分かりましたよ、味が違った。分かんない、これでキキかき氷とかしたら全外れとかするかもしれないけど。パパさん真珠ありがとうございます。切ったきゅうりはみんなで食べました。プレミアム配信前に食べました。お寿司いいの、お寿司食べたい。お疲れ様です、ありがとう。ね、混ぜたやろ、すごなんかすごいドス黒い色してたよね。今日の洋服、おお、そう私も今日の服すごい好き。昨日試着して即決して買った。最後カレーを30倍と20倍を交互にパクパク食べてました。昨日と今日でスーパーを回って、そう違う産地のキュウリを買ったら、そうたまたま熊本と佐賀と大分になりました。あーと思って、そう私もあーすごーいと思った。そうニコ生の時はそう言わなかったんだけど、そう肝がじゃーんと思った。すげーと思いました。ね、そう懐かしいって、そう自分でその名産産地のあの紙書いてる時に、おそうこれすごいねと思って、そうなんか意外となんか同じところのキュウリ、その産地が一緒のところのキュウリがスーパーに売ってたりしたから、そうなんか何軒か昨日と今日で回って買いました。バウチさんハート100個ありがとうございます。そう狙ってないのすごいよね、自分でも思った。今日の服ね可愛いでしょ、イエイ。こんばんは、今日の服はお気に入りでございます。ペンペンペン、パパさんハート100個ありがとうございます。浅漬けにするならどうだろう、浅漬けにすると水分がさ出てきちゃうから、水分あんまりなんだろう、水分量というよりかはなんか食感があるやつを浅漬けにした方が美味しそう。わかんないけど適当に言ってみるけど、ね、ズボンおしゃれだよね。今日着てる服のズボンおしゃだよね。
どっちもこういう服も好きだし、普段着てるような服も好きだから、そうどっちも着ちゃおうっていう人間ですね。気分で着たい服を変えようという、今日着てるような服も好きだし、普段着てるような服も好きなので。ネオアリスさんご自由短歌ありがとうございます。たたききゅうり毎日食べてすごいね。こんばんは。大人、そう大人ですから。もうすぐ21歳。大人でございます。眠たくなってきちゃった。あと1日。11日。うん、レベルアップ。博多集会って割とさ、なんかなかなかでやるゲームで食べがちだよね。去年もさ、かき氷の早食い競争とか、早食い競争かしてたしね。でもそう、博誕生会って長丁場だからお腹が空くんですよ。だから食べる企画はとても嬉しいんだけど、今日のなかなかの食べる企画はあんまりだって苦いかき氷、センブリ茶のかき氷食べてうぎゃーってなった。あやつのせいだ。カレーも食べました。プレミアム配信始まる前にカレーも食べました。ざわちゃんの。そう、お腹がね空いちゃうんですよ。ね、4時間近くしてるとね、途中で腹ペコになっちゃう。ねえ、リチャキ頑張ってて可愛かった。かわいいと思って隣でずっと見てた。そう、隣、そう、いつも司会の方と隣だから。31日生まれなので、めっちゃ気が一生懸命頑張っててね。そう、かわいいなーと思って、頑張ってーと思いながらお隣で見てました。こんばんは。3歳さ、そっか、3歳さ。でも3歳って結構だよ。3つ違ったら、だって小中高かぶんないからね。3歳って結構大きい。なんか中学校とか高校がかぶったら、まあなんかさ、身近に感じるけど、中学校と高校が被らないってなった瞬間、急になんか年齢離れた気がするもん。シムさんハート100個ありがとうございます。シンジーちゃんさん花束ありがとうございます。1251日ありがとうございます。1251ありがとうございます。アスラッキさんお疲れありがとうございます。おめでとうありがとうございます。
チキはいつもあんな感じだよ、一生懸命頑張ってて。でもたまに人の話適当に返、なんか適当、ちょっと適当チックに返しちゃう。あとなんかそう最後に人が言ったことをそのままそう返してから、音大きかったよねって言ったら、もう音大きかったよねっていう言葉が返ってきたりするぐらいの感じで、そう可愛らしいでございます。でもそうすごい一生懸命頑張ってるのがそうすごいわかるから可愛いんですよ。そうリピートもしがちだし、ちょっとうんそうだよねって、そうなんか一回とりあえず相づち打ってから、そうなんだろう、とりあえず最初に相づち打って、でその後にちゃんとお話が返ってくるみたいなこともある。そうもうオウム返しにもなりがちだし、とりあえずね話聞いたらとりあえず相づちそうだよねみたいな、そう相づち打ってから、いやいやいやみたいな。かわいらしい、かわいいなと思いながら。そう今日もかわいいなと思いながら眺めてました。でもね、なんか一生懸命してるのが伝わってくるからね、もうそれだけで、ああ頑張ってるかわいいよってなるよね。私が司会したのは小田さんが誕生日だ、小田さんとかゆいさんとか、ゆいさん、小田さん、葉月さんとかいたか、10月あれ何月だ、あ全然わかんなくなっちゃった。小田さんがいた。いいさん、ハート100個ありがとうございます。1月2月去年だね、すごい全然違う10月の記憶になってる、なんだろう。何それ。2月去年、司会は難しいですね、言わなきゃいけないことがいっぱい、もそのさみんなに説明しなきゃいけない、必ず説明しなきゃいけない言葉がいっぱいあるし、それをまあ何度も繰り返さなきゃいけない、かつそのなんか途中やっぱり愛ちゃんなんかその待ってる時間とかさ、そのちょっとなんかフリートークみたいな時間が来ると、そういうフリータイム、フリートークの時間も長いから難しいし、あとそう進めるのはねむずいです。なんかそうやってファンの人とさ、ズームとかもあるからさ、なんかタイミング難しいじゃん、ね、ファンの人にズームどうぞって言ってズームがすぐつなぐね、よいしょってできるわけでもないからさ、そのなんかね、まあ間をね、なんか大変ですよね。りょうたさん、ハート100個ありがとうございます。で、昔去年自分がした時にすごい思いました。意外となんか言わなきゃいけない文章量が多いじゃん、司会の進行してる間も長いしさ、ね、そのニコ生ギフトのあーですっていうのをさ、ね、説明の言葉が長いから、ね、なのでみんなめっちゃ気に、ね、お疲れって。はやったさん、たこさんありがとうございます。今日のメンバー、おーほんとだ、すごいね、
ピクノちゃんが豚さんで、ナッピさんがキツネさんで、ザワちゃんが、お、餃子あるじゃん餃子あ、お芋さんがさつまいも、私、あ、すごいね、みんなすごい綺麗に文字で表せるねすごい。こんばんは。だってもう昨日の生誕祭でもザワちゃんのさ記憶がもう肉まんと餃子だもんあのクイズで覚えたこと多分肉まんと餃子だよ昨日のザワちゃんの生誕祭のさ企画のクイズでみんながなるほどって覚えたの肉まんと餃子昨日の生誕祭、ザーちゃんの生誕、まだちょっとピンときてない人は昨日のココテンのザーちゃんの生誕祭の企画のクイズのとこ見てみてください。それ見たらもうね、うん、もう餃子と肉まんしかね記憶残んないよあ、スピーチはとってもねいいスピーチなの。そのなんかザーちゃんのことをもっと知ろうっていうテーマのクイズなんですよ。そうだからいろんな単価、いろんな方向からのクイズがあるんですよ。なのに最終的にえ、ザワちゃんと言ったら肉まんと餃子なんだっていう記憶になりますめっちゃ面白いので、あの見てみてください。 DMM でパパさんバラありがとうございます。もうあのクイズの記憶の大半が肉まんと餃子ですキーホルダーとか、ありがとうございます。こんばんはね。中華がすごい好きだよね。私も中華好きだから中華街に行きたいなね、食べ物って何でも美味しいよね。今日日曜日じゃん。ドラマがある日じゃん。肉まん、そう、この前コンビニに行ったら、コンビニによるのかな、ファミマはね、ありましたよ、中華まんが。ないコンビニもあるかもしれないけど、この前私が行ったファミマには中華まんがありました。あんまん買うか悩んだけど買わなかったね、一年中ある。なんか最近増えましたよね、ずっとさ中華まんが売ってあるコンビニ。なんか昔はどこも冬だけってイメージだけどさ、最近は割と一年中売ってるよね、あなたたちっていうところもあるからさ、いいですね。私はごま、あんまんがすごい好き。今もこの前、つい最近、一昨日ぐらいに行った時にありましたよ。ファミマだったかな。確か。売ってるとこあるよね。まあでも暑くても食べたいよ暑くても食べたい時は食べたいから。最近私551をお取り寄せしようと思ってなんかそう551を取り寄せしたいなと思いまして、そのなんかあんまんがあったの、551のお取り寄せのところにね、あんまんもあったから、そう、豚まんとあんまんを取り寄せしようと思います。そう、551を取り寄せする、絶対にするのなんかすごいこの前食べたかったんですよ。めちゃめちゃ食べたいんだけど、なんかそんなすぐね簡単にいけないから、お取り寄せできるよ
そうで、アイスキャンディーもお取り寄せができたんですよ。でも10本から20本からお取り寄せだったから、うん、それはできないと思った前に去年大阪でコンサートした時に、あの差し入れで551のアイスキャンディーをいただいて、めちゃめちゃ美味しかったのよ。そう、とっても美味しかったの。だからそう、お取り寄せの欄見た時にアイスキャンディーって書いてあって、うわ、お取り寄せしたいとか思ったら、なんか10本か20本からのお取り寄せだったの。それはできねえと思ったさすがに一人でそんなに食べれやしないと思って。もういいよ。だってしかもいろんな味じゃなくて、一つの味10本くるっていう感じなんですよ、注文の仕方的に。それはちょっと厳しいと思いました。と、10本余裕かな。まあでも意外と食べるだろうね。シューマイ美味しいよね。私も大好き、551のシューマイ。そう、あんまんはなんか私結構551ノリノリに、ちょっと結構最近行きたかったの、行きたかった、まあ行けないんだけど、行きたかったのもあったり食べたいのもあったりで調べたんだけど、あんまんは大阪の本店とお取り寄せで買えるらしいですなんでこんな調べたのって感じなんだけどそう、シューマイ本当に美味しいよね、551の。あれすごいよね、あれ本当にすごいよね。初めて食べた時感動しちゃったもん。あんなに美味しいシューマイ初めて食べた、うん、こんなにか、こんなに美味しいシューマイ初めて食べたと思って、そう感動した。すっごく感動しました。でもそう、あんまず、そう、そういうのまだ食べたことない。肉まん、違う、豚まん、シューマイ、アイスキャンディーぐらいしかまだ食べたことない。もうすごいよね、本当に美味しいよね。そう、取り寄せしちゃおうと思ってそう、大阪とかね行けないからと思って。でもすごい食べたいんですよ。許してちょんまげっていう感じです。行きたいけどね、本当は行きたいよ。今はしないけど、ちょっと見るもうちょっと冷凍庫に隙間ができてからかな。頑張れ、私の Wi-Fi。 ねえ、素晴らしいよね、本当に。そう、しかもそう、冷凍で届くの素晴らしいよね。うわ、餃子もあるんだ。うわ、ちまきもあるの。ちまきも食べてみたいね。エビシューマイ美味しそう。こんばんは。551のシューマイ、グリーンピース乗ってなかったよ、確か。確か確か。乗ってなかったと思うよ、551のシューマイに。グリーンピース、グリーンピース、前に冷凍の551買ったと。あ、私冷凍まだ買ったことないかも。でもなんか美味しいレンジの仕方とか書いてありそうじゃない、お取り寄せしたら。大体書いてあるじゃん、そういうお取り寄せの時ってさ、美味しいお家での食べ方みたいな、おすすめのお家での食べ方みたいな書いてあると思うから、そこは安心して良さそうお取り寄せあるある。
お誕生日みたい、ありがとうございます。わかんない、ちまき食べたことない。蒸し器で蒸すの？すごい、なんか本格的だね。いいな。こんばんは。いつか取り寄せするんだ。冷凍庫の余裕、隙間がもうちょっとできたら。こう言っているうちはきっと隙間ができないと思います。グリーンピースはなんかあれば食べるけど、自分からは食べようと思わないかなって感じ。まあ基本的になんか苦手だなと思うもの全てはそうなんですけど、そうなんだけど、自分からは食べないけどあれば食べるって感じ。あればというか、まあ出てくれば。そう、ご飯の中、自分がそうレストランとかお店に行ってお皿にポンって出されたら全然食べるって感じ。そう、基本的に私のその苦手な食べ物というのはその程度の苦手な食べ物が多いですね。そう、食べれないわけじゃないけど、自分から食べようとはならないかなって感じ。その程度の苦手な気持ちです。他にお取り寄せ、何があるかな。お取り寄せ、あとなんか皆さんおすすめのお取り寄せはありますか？冷凍庫がパンパンになっちゃうね。何がいい、お取り寄せあるんだろう。なんか美味しいとこの取り寄せ。あー、リクルおじさん。ふん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 、確かに。おじさまのチーズケーキ、あ、なんもない。なんもない。その場でしか食べれないわけ。あ、でも私は多分すごい、なんだろう、便利な、私は多分便利なまま心を持ってるので、多分お家で食べるとさ、いつもはあっこに行かないと食べれないのにお家で食べれてる、嬉しいってなるし、実際に行けば、うわ、家で食べたけど今回はお店で作った出来立てが食べられる、嬉しいってなると、なる脳みそしてるんですよ。すごいね、都合のいい脳みそしてるでしょ。そう、結構ね、そう、便利な都合のいいの解釈の仕方をするので、そう、私は割とどっちでも楽しめる人でございます。どっちもなんか、どっちも多分同じぐらいうわーってなれる。そう、便利なのを味噌しています。豆たん、いない、初めて聞いた。私天地下で言うと芋けんぴが好き。芋けんぴとアップルパイが一番好き。そう、私はもうね、自分の心に都合のいい脳みそをしてますので、もう自分が心、自分の心が嬉しいって思うような解釈をするので。ほうらくまんじゅうお取り寄せできるのか。でもほうらくまんじゅうは
多分絶対に出来たてが美味しいさっきと言ってること違うじゃんってなるかもだけど、宝楽まんじゅうはあの焼いてるところ、その焼いてくださってるところを見るまでも美味しいからね新する冷凍ラーメン美味しい。セブンの味噌ラーメン、レンチンの味噌ラーメン、あれレンチンかな、ちょっと最近入れ物変わって食べたことないからわかんないんだけど、セブンの冷凍の味噌ラーメンめっちゃ美味しいですよ、おすすめ。たなきゅう、おーありがとうございます、お疲れ様です。なんだっけ、あとなんか最近美味しい冷凍うどんを見つけたの。もうね、うちの家族はこれがすごい好きなの。どこに売ってるんだろう、鍋焼きうどんなんだけど本当に美味しいの。うん、これだ。ちみはとっても人気者なんだね。どこなんだろう、金霊っていうメーカーさんのこの鍋焼きうどん、この緑のパッケージの、まあ、スーパーとかに売ってるかな、めっちゃ美味しいよ。なんかいつか冷凍うどん冷食買おうかなと思った時食べてみてください。これめっちゃ美味しい、超優しい味がする。具も入ってる、具がエビ、ほうれん草、なんかつくね、油揚げ、かまぼこ、ふう、しいたけ、卵焼きが入ってるんですよ。めっちゃ美味しいよ。これわかんない、なんかみんな探してみて、スーパーとかなんかそういう冷食売ってるさ、そのなんかコスモスとかなんかいろいろあるじゃん、ハロデーとか、ハローデーとか、みんなのおのおの近くの冷食売ってるとこを探してみてください。鍋焼きうどん、金霊さんっていうメーカーのこの緑のパッケージですね。わかんない、みんなわかんない、みんなの近くに何のスーパーあるか知らないからわかんないけど、うん、美味しかったから今度なんか冷食買おうかなと思った時なんか気にしてみてみてください。ね、ちょっと探、どこにあるだろうね、みんなの近くのスーパーには。美味しいよ、これと同じメーカーさん、金霊さんで、確かすき焼き風とかもあるし、そう、本当に美味しいおうどんです。マジで優しい味がする、なんか食欲なくても食べれるぐらい優しい味してるから、そう、おすすめです。そう、冷凍だし。しもさん、星ありがとうございます。ご当地スーパー、あー、ご当地スーパー、なんだろうね、ご当地スーパー、うーん、熊本のご当地スーパーってなんだろう。わかんない本当に美味しいからみんな食べてみてほしい、大好き。パスタを見たことない、金霊さんのパスタ見たことないけど、鍋焼きうどんとっても美味しい。なんだろうな、じゃあ今からでもみんなが知ってそうなスーパーはハローデーマックスバリュー、
レガネットみんなが知ってそうな、みんながなんかわかんない、みんな知ってそうなのかな。あーサニー、サニー確かに。ハローデーはマークイーズの1階にあるよ。ハローデーハローデーはそうピエの劇場に近いとこにあるからみんな知ってるかなと思ったマークイズの1階にあるよ。なんかそう劇場に近いとこで攻めてみたけど、そっかないとこもあるんだ。ジャスコね、イオンの、イオンのもう一個ね、もう一個田舎にあるジャスコフフ劇場行く、スーパー行かない？そっか私たちだけかスーパー行くの。自主練の合間とかにご飯買いに行くのよスーパーに。でもレガネットは確かに福岡とかなのかな。ね、ジャスコあるよね。でもジャスコとかってね、あの多分、ね、ちょっと都会じゃないなっていうところにありがちです。あトライアルあるある、トライアルの食パン大好きです。だっね、みんな行かないのかスーパー。そっかみんな劇場にしか行かないかそっか私たちが行くだけか。フードウェイ、逆に知らない名前もあるね。私が知らない名前、マルキョーマル食は知ってる。九州といえば夢タウンですね。夢タウンはスーパーっていうよりかは商業施設です。商業施設っていうのかな。マミーズ聞いたことあるけど行ったことないかも。マルキョーもないっけ、もうない、マルキョーって。なんか私マルキョーとマル食の違いわかんないんだよねいつもどっちがどっちかわかんなくなっちゃう。こんばんは広瀬、ああるね、 H& 広瀬でしょ。 H こんばんは。食戦初めて聞いた。同じ、そう同じグループさんだから、どっちがどっちか分かんなく。伊東洋華堂は熊本にはございませんラム、あ初めて聞いた。ライフ初めて聞いた。伊東洋華堂ないよ、福岡にもない。うん、うん、伊東洋華堂はねない。 CM は流れてたよ伊東洋華堂の。テレビで伊東洋華の芦田愛菜さんがあのランドセルの CM してる、ランドセルかな、芦田愛菜さんだっけな、あったよ。あるけど店舗はなかったすごい声優、声優西友、声優セイトも知らないかも。あ業務スープ最近人気だよね。すごーい、なんかスーパーでなんか意外と分かれるもんだね。じゃあ私がみんな知らなそうなスーパーなんだろう、みんな知らなそうなスーパーなんだろう。生協は知ってる。生協のねあのアーモンドとかが美味しい。あとなんだっけ、美味しいのあるよ美味しいのあるよ
あ、熊本だけなのかな。あ、でもこれ熊本だけなら知ってる人いるかな。熊本にしかないスーパーでしょ。あんま攻めすぎるのも怖い。すごい心理戦になり始めてる。声優が福岡とかで展開、それサニー、私サニーさ福岡が来てしばらく経つまでずっとボウリング場だと思ってた。よく言うんだけど、うん、私サニーを、サニー行くまで、サニー初めて行くまで、そう熊本にもサニーあるんだけど、ずっとずっとあそこはボーリング場だと思って、あの役員にサニーあるじゃん、あそこの、あそこのサニーずっと私ボーリング場だと思ってた。バウチさん、ハイビスカスありがとうございます。そう、あそこは、あそこだって看板がさ、ボーリングのピンなんですよ。そう、ボーリングのピンが何看板の、え、だからてっきりボーリング場だと思ってたの。でっかいボーリング場だなと思って、すっごーと思ってたら違う違う、スーパーだった。そう、今度サニーの看板見てみてください。絶対初見ボーリング場だと思う。私ずっとそう思ってた。あ、そこはボーリング場だと思ってました。そしたら24時間のスーパーでした。全然違った。そう、パッと看板見ただけだったらそう思う。ジャスコっていう、そうあるんですよ、イオンよりもうちょっと規模が小さめ、ジャスコ。こんばんは。音符、そう、私は音符よりもボーリングのピンが印象強くて、あそこはボーリング場だと。ちょっと思ってた。ジャスコって全部、いや、そう、ジャスコなくなってないんですけど、もともとジャスコだったところを、その名前がもう変わってるのにずっとジャスコと言い続けます。私よくジャスコにお年玉もらった時おもちゃ買いに行ってた。なんかもうお店の名前変わってしまって、お店の内装とかも全部変わってしまったのにジャスコって言っちゃうよね。ある、世界、すごいね、世界を股にかけてますね。ダイレックス知ってる、ダイレックス、ダイレックス知ってる。そう、ジャスコって言っちゃうね。永遠にジャスコ。いいな、みんなが上知らないっていうスーパー言いたい。何競ってんのって感じなんだけど、まあでもこれ多分ね知らなそうだけど、さあ私はそんなに攻めちまっていいのかっていう。
か切に攻めてないのか。なんかね、3択ぐらいあればいいんだよ。今度知らないかな。あ、でも意外とある。あ、意外とある。ある。あるんじゃない。なんか名前が2つある。まあ、両方。言われた、ミカエル。言われちゃった。そう、ミカエル。多分熊本じゃない人は知らないと思う。ミカエルっていう王冠が、王冠の看板が王冠の絵をしてるんですよ。そう、ミカエルっていうね、あれが美味しいよ。ネギトロが美味しい。聞いたことない。やった。大満足。そう、ミカエルって言って、そう、王冠の看板なんだけど、なんかスーパーでなんか3パックお刺身とか3パック1000円とかをやってるんですよ。そのネギトロがめちゃめちゃ美味しいの。そう、そう、ミカエルとビッグミカエル、なんか2つぐらいなんか名前が違うんだけど。タカさん、アロハ、ありがとうございます。そう、なんかいつか熊本に行った時は見てみてください。値段結構、そう、私結構スーパー買い物行くのついていく人なので、そう、お母さんのご飯の買い物とかついていくから見るんですよ。ネギトロが美味しいです。お刺身のネギトロ。卵はまだ、まあまあ昔安かった頃に比べたらまだちょっと高いけど、でもちょっと落ち着いたと思う。値段は、うん、結構なんだろう、安め、なんかお優しい値段の食べ物がいっぱい売ってあります。全体的に多分お優しいし、そんなスーパー、スーパーのテーマ音楽。あ、それは違う、それは平井か。平井もね、九州の人しかあんまり知らない。あれ平井、あれ平井じゃない。あ、違う、そうじゃない。うわー、これね。ね、ジャスコといいよね。お、そう、言われる前に言いたい、言われる前に言いたい。すごい変なのが出て、お、おー、これ、意外とあなた手広いのね。こんな手広かったんだ、知らなかった。意外といっぱい店舗があった。スーパーキット、そこの スーパーキットの中にも、まあなんかお惣菜が売ってるスーパー、売ってるスパ、そう、スーパーキットって言って、さ、あの、私たちはスパキって言うんですけど。マジすごいよ。まあ本当、一回お店見たら、まあ、本当に見た目をもう忘れることがないぐらい真っ
キッキすごい黄色の塗装、黄色の塗装をスーパーなんだけど、スーパーキットって言って、そう私たちはスパキって言ってるんだけどそう、そこのなんか、まあ、そのスパキの中でもお惣菜が売ってるスパキとお惣菜が売ってないスパキがあるんだけど、売ってるとこだったらなんかね、ごぼうとかれんこんとかきゅうりとかが入ったあのごぼうサラダってやつがめっちゃ美味しい。あのごぼうサラダが私大好きなのね、真っ黄っ黄でしょ、お店の外ね、でしょ、真っ黄っ黄だよね、もうあれなんか見たら忘れないぐらい真っ黄っ黄、しかも最初入るときちょっとためらうぐらい真っ黄っ黄なんですよ。そうなんか最初入るの、えこれ大丈夫ってぐらい真っ黄っ黄なの。でもいろいろありますよ、結構なんか文房具とかも売ってるし、なんでもまあいい感じに揃うってか、たまにチャリ売ってるとこもあるし、意外と店舗多かった。熊本にもいっぱいあったし、なんか大分とか宮崎とかその福岡とかにもあった。ホーム、まあ確かにミニホームセンターみたいな感じ、場所によってなんだろう多分大きさが違うから、それによって売ってるものも違ったりすると思うけど、熊本県を中心に九州に展開してるって書いてありましたガチガチにさっき見たらそう書いてあった。コイランドリーじゃないよ、もう私がよく言ってよく言うスパキですスパキ大満足結構真っ黄っ黄、見た目がもう黄色と赤しか覚えてられないぐらいすごい印象的な感じだけど、すごいね、いろんなもの何でも揃うぐらいいろいろ売ってる。いいよ、結構おすすめ。お惣菜売ってるとこだったら本当に一回ごぼうサラダ食べてみてほしい。マジで大好きになるよ本当に大好きになる。私もあそこのごぼうサラダが大好きでたまらないもん。コイラドリに見えるの、みんなにはそれは不思議だ。あ、そう、私のさっきに委託はそうミカエルとスパキでした。どっちも意外とテンポあった。ドラ盛り、あーいやー、ドラ盛りより、ドラ盛りはちょっと結構さドラッグストアって感じじゃん。ドラ盛りだよね多分。でもちょっともうちょっとスパキはね生活感に寄せてます。ちょっともうちょっとなんか生野菜売ったりお肉売ったりしてる。松木は松木よりね生活感寄ってるよそうスーパーキットっていう、そうほんと最初入る時えこれ スーパーみたいな、えこれ本当にみたいな思うの、本当に思う。私も最初そう思った、うん、そう結構楽しいよ、いろいろ売ってるからどう調べてスパキいいじゃん、どっちもいけるじゃん、私が今言ったところドラ盛りはドラッグストアですね。
があるよね。リンゴのカゴも黄色、制服も黄色。近所のスパキとか行ったら、そう、たまに知ってる人バイトしてるから。確かに松清はなんか都会のイメージ。あ、わかる、それはちょっとわかる。なんかね、ちょっとね、キラキラしてるよね。こんばんは。まあ本当にいいよ、楽しい。なんかスーパーって楽しくて大好きなんだよね。なんかそのスーパーによってさ、売ってるものが違ったりするじゃん。松木を都会だよ、私たちからすると。なんだなんだ。あ、そう、スパキ、マキッキじゃない、スパキもある。初めて聞いた。あ、そう、スパキ電化製品も売ってるし、何でも本当に売ってるよ。チャリも買えるからね。スーパー超楽しい、大好き。なんだろうね、ドンキあるよ。やめちゃう、ドンキ、ドンキよく行くよ。エスカレーター1階建てだけど。何1階だけだけど、何ですか。ミスターマックス、ミスターマックスは、ミスターマックスはなんかスパキよりもうちょっと、なんかもうちょっと規模でかい版って感じ。ミスターマックスはね、もうちょっとなんか大きくなった感じがする。ミニストップは熊本県にはありません。ないです。あの、美味しいポテトとソフトクリームは熊本県では食べられません。しょんぼり。そう、ミニストップないのよ、熊本。笑う物がないでよ。うんって。そう、ないんです。そうだから、ミニストップのソフトクリームとかポテトとか食べたいなと思っても食べられないの。本当にないよ。え、嘘だと思うの。ん、この話で嘘つかないよ。ないよ、本当に。熊本県にある、まあ有名なコンビニで言ったら、セブン、ローソン、ファミマ、あと、あ、名前ど忘れした、あ、名前忘れちゃった。あ、そう、デイリーヤマザキ、デイリーヤマザキ、そう、デイリーヤマザキ、サーティワンってるとこだよね。そう、熊本コストコあるから。熊本コストコありますよ。うん、レディー山崎。イオンはあるけど、ミニストップはない。ポプラって最近見ないよね。ポプラはね、あるかな。でもありそう、どっかにね。もう最近ポプラはいなくなっちゃった。エブリワンもいなくなって、いなくなったとか言ってた。
そうあれね、よいしょってね、エブリワンはファミリーマートさんにね、よいしょってされたから、そう、うん、ね、お母さんはいまだに、そう、もともとエブリワンだったとこがファミマになってるのにいまだにエブリワンって言うんですよ。もうだから私がもうエブリワンじゃないよって毎回言ってる。もう違うよっつって。まあそこは違うんだよっつって。あそこ名前が違うよって。ね、やっぱいつの間にかね変わって仕方がないじゃあね、うん、おせーせーぶ、へー知らないよ、コンビニもねいっぱいあるよね、いろんなとこにサークル系、知らないね、初めて聞いた、ね、全国展開ってすごいね、こんばんは、私はもう結構今日ミカエルとスパキが言えたことで大満足をしている結構大満足、サークル系、へえへえ、大満足いつか、そう、熊本駅の近くにスパキがあるのでね、まあでも黄色く、あそこ確か黄色くないんだよね、熊本駅の近くにあるスパキは黄色くないんですよ、そう、なんか一部だけ黄色いって感じなんですけど、まあよかったら行ってみてください、家電量販店は多分みんなと一緒だよ、名前一個も出てこないけどみんなと一緒分かんない、ヨドバシあるよ、最近できました熊本には、ヨドバシ、あれヨドバシだよね、そこ、あそこヨドバシじゃない、あそこビッグカメラだ、あれヨドバシある、あそこビッグカメラだよね、熊本駅の近くにあるの、何年、1年ちょっと前ぐらいにビッグカメラができた、あれヨドバシない、じゃあヨドバシないかもね、うん、あそこビッグカメラだもんね、うん、わかんない、でも最近できましたビッグカメラはい、イエーイで笑わないのでも多分あとはみんなと同じ、なんか有名どころじゃない、ベスト電機とか小島とかケーズ電機とか、1年前ぐらいかなビッグカメラできたの、
1年前ちょっと前、その熊本駅がその新しくその改装されてちょっと経ってぐらいにビッグカメラができました。だからまだこう新しいピカピカです。ユニクロやめちゃおう。ユニクロいっぱいあるよユニクロはね、だいたいその夢タウンっていうあの学生のたまり場のねとこにいっぱいあるのでこんばんは。2年ちょいかな。おお、じゃあ結構経ってるけどまだピカピカだよね、あそこ。うん、メタンはそう、学生が いっぱいいるよ。大体そう、メタンの中に GU かユニクロは大体入ってるんですよ。あ、バーガーキングないです、熊本。あんなに美味しいハンバーガーが熊本では食べられないの。シクシク。そう、バーガーキングないんです、熊本。え、何、ユニクロとバーガーキングってさ同じぐらいなの？そんなに出世度、出世度じゃないね。そう、でもそうバーガーキングないのちょっとちょっぴり寂しい。ロッテリアあるよ。ケンタッキーやめてください、ありますよ。モスバーガーもサイズリアンあるあるが5年前ぐらいにできたサイズリアンはそう5年ぐらい、私が HKT 入ってちょっと経ってぐらいに初めて熊本にできて、最近はちょくちょく店舗増えてますよ、サイズリアン。すごい、なんかみんなちょっとなんか有名どころ言い始めてるじゃん。クリスピークリームドーナツは福岡にもないので熊本にもありません、はい、でもやっぱ熊本とか九州の人はあれだ、サイゼリアよりやっぱジョイフルの方が馴染みがあるし、やっぱサイゼリアよりジョイフルの方が店舗が圧倒的にまだ多いから。そう、サイゼリアも増えたんだけどね。増えたんだけど、やっぱりそう圧倒的にジョイフルの方がいっぱいあるんですよ、店舗。なんかみんななんか夢どころ言い始めてるじゃんと思って。フレッシュネスバーがあるよ。あの。熊本のバスターミナルにある、桜町熊本にある、あそこはそう、うん、確かそう。あ、ジョリパ行ったことないの。あるよ、熊本にもあるんだけどジョリパ行ったことないんだ。行ってみたい。すごい、みんなだんだんバカにし始めてる。よくないよ、そういうの。本当にプブンプブンプブンでもなんか意外とそう熊本から展開してるお店もいっぱいあるんですよ。それはさっき言ったスパキとかそうじゃん。あとはあのなんだっけ、あのそのお弁当の平井とか。熊本から全国にっていうお店もありますからね。
あと最近はなんかすごいなんか新しい商業施設とかできて、そうなんか私も知らないお店が増えたりしてる。お弁当の飛来はね、九州に寄ってます。九州に寄ってるってか、まあ大体熊本でもお弁当の飛来は美味しいですよ。美味しいお弁当が食べられます。あとお店でも食べれるし、持って帰ることもできるみたいな、いい感じ。ゴゴティー熊本、あでもなんかやってたよね。私ゴゴティー飲んだことないちょっとゴゴティー飲んだことないんですけど、そうよ、福岡の皆さん、ニノには福岡じゃ熊本が本店なんですよ。あね、福岡でよくニノニに行ってる方、本店熊本にありますよ。確かにあるね、熊本に本店。結構なんか。なんか結構裏の方、裏の路地にちょっと入ったところにあります。一本ぐらいなんかねアーケードがあるんだけど、商店街みたいなのあるんだけど、そう一本入ったとこにね本店があります。でも本店の近くにもう他の店舗があったりする。ミノニのごま団子好き、美味しい。ミノニはなんか昔リコピさんと愛知とミノニに行ったんですけど、その時冬だったのよ。で寒かったのよ寒くてなんか桃酒のお湯割りを飲んだのかな、めっちゃ美味しかったです急にうん、そうそうそう、お酒なんだけど初めてなんかお湯割りとか飲んで、そう美味しいと思った。寒かった、なんかちょっと外寄りの席に座ってたから、そうめっちゃ桃で甘くて美味しかったし、あったかいからあったまるって感じで美味しかった。なんか梅酒とか梅酒はよく聞くじゃん、でもなんか桃酒はなかなか聞かないなと思って飲んでみたら美味しかったっていう二の二話フフフフ。あ、じゃあ今6分なので10分になったランキングを見ます。うん、飲みやすかったよ。なんかそんなにお酒って感じはしなかった気がする。ちょっとだいぶ前に飲んだんだけど、そう私も初めてその時見た桃のお酒。甘かった。そうタピキングっていうタピオカ屋さんも熊本が始めよう。あれは美味しい、あれも大好き。あとなんかニノニのなんかマンゴーのお酒、あれそれも美味しかったなんかもうそれは多分ほぼジュースやんって思われるかもしれないんだけど、そのぐらいなんかマンゴーしてて美味しかった。
最近お酒飲んだのは、最近お酒飲んだのいつだろう。飲んでないと思う。飲む機会がないね。1ヶ月以上飲んでないんじゃないかな。うん。うん、なんか友達と会ったら飲んだりするけど、この前友達と会った時次の日お仕事だったから飲まなかったんだよね。そうそうそう、家であんまり飲まない。うん、飲みたいなって気分に最近あんまなんないね。なんか次の日のこと考えちゃう。私結構多分あんま多分飲みすぎたら多分むくんじゃ体質してるので、そうからならないかな。なんか飲みたいなっていう気持ちよりね、多分次の日のことの方が心配だから、そういうね気持ちにはまだならない。ビールはまだ飲めない。わかんない。まだあれは美味しいとは思えない味してる。いつか。もうちょっと後とかだ。今年、でも今年美味しいって感じ始める人もいるわけじゃん。ビールってね。どうだろう。でもどうなんだろうね。わかんない。私はよくわからないです。もう家族みんなでご飯食べるときとかは飲んだりするけど、なかなかね家族みんなでご飯食べることもね、やっぱ皆さん成長、私もお兄ちゃんも成長されましたね。私もお兄ちゃんも年齢を重ねましたので、4人揃ってはなかなかないです。あ、なお教えてください。ありがとうございます。 W なんだろう。あ、私結構すぐなんか顔が赤くなるんですよ。そう、あ、なんか酔っ払ってはないけどすぐ顔が赤くなるから、なんだろう、なんか赤くなったら周りがさ大丈夫ってなるじゃん。だからそんないっぱい飲まないんですよね。うん、でゆでたこみたいにすぐ赤くなるんですよ。すごいよ、多分キューピーッとすぐ赤くなる。でも中身はそう、中身は正常なんです。外身が変わるだけって感じ。だからそんなに、なんだろうね、なんかそうそうそう、なんか赤くなったらさ大丈夫ってなるから、そんなさグビ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 いっちゃったりしたらみんながへへへってなるじゃん。周りの人が大丈夫ってなるから。そんなにね、20歳になってもう1年経とうとしてますけどね、飲まない、いっぱい飲まないね、ほんと、いっぱいは全然ほんとに飲まない。そう、でもその中身は普通って感じだから、まあね、なんか結構得してる、全然いいじゃんって言われる、結構その体質。じゃあランキングを見ます。13位マサラッキさん、ありがとうございます。12位バウチさん、ありがとうございます。11位タダタンタンさん、ありがとうございます。10位ナナミンちゃん、ありがとうございます。9位イーイーさん、ありがとうございます。8位ハルミさん、ありがとうございます。7位ホリチッチさん、ありがとうございます。6位ゴーちゃん、ありがとうございます。5位シンジーちゃんさん、
ありがとうございます。4位たっちゃん、ありがとうございます。3位パパさん、ありがとうございます。2位はやったさん、ありがとうございます。1位シムさん、ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。あうちさん、お疲れ、ありがとうございます。しんじいちゃんさん、ハート、ありがとうございます。それでは皆様、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。明日のショールーム夜にするので、また決まったらお知らせします。ではおやすみなさい。月曜日頑張りましょう。おやすみなさい。